ハーン、アンカーン、から1203年は、モンゴル高原中央部の遊牧民集団、ケレート部最後の漢。本名はトグリルあるいはトーリル。尊称、称号の温は、王、中国語の発音で、ワンカンに由来する。看護資料の表記では、現状筆詞では、王漢、原詞では、王漢、神聖無新生録では、王家岩とあり。 中史などのペルシア語資料の表記では、ユンケイカーンと綴られる。本名のトーリルはハゲタカに似た、想像上の猛禽を意味しており、テュルク系の遊牧民によく見られる名前であって、セルジューク朝の創始者、トゥグリル・ベグも同名である。ケレート部族の間ではネストリウス派キリスト教が信仰されており、音感はダビデという洗礼名を有していたと言われる。トーリルは、 クルチャクス、クルジャクスブイルクとイルマカトゥンとの間に生まれる。兄弟は40人もいた。7歳の時、トーリルは、メルキト族の捕虜となり、黒縁の小ヤギの革ぬを着せられて、日々を薄づく仕事をさせられたが、間もなく父、クルチャクスブイルクによって救出された。13歳の時、祖父マルクズカン、サリクカンが、アルチタタル氏族のアジャイカンとの戦いに敗北した際、 母と共にその捕虜になった。この時は、自力で脱出した。クルチャクスブイルク艦が没すると、中央にいた、トーリルの弟であるタイテムル大使、ブッカテムルが、ケレートの国政を指導したが、返境地域に配されていたトーリルは戻ってくるな。弟のエールケからと協力して、タイテムル大使と、ブカテムルを抹殺し、ケレート艦の位についた。トーリルの即位後、 オジノグルカンは内マンへ逃亡したが、ほどなくして内マンの援助で挙兵して、トーリルの軍を破り、自らケレートの政権を握った。トーリルはわずか百人ほどの共回りを連れて、モンゴルのキアト氏族の元へ逃亡し、その有力者、イエスゲーバートルにかくまわれ、彼と同盟して、義兄帝、アンダとなり、オジノグルカンを聖果に追放して、再びケレートの勘となった。 それからしばらく、トーリル艦はケレートを統治していたが、弟のエルケからと仲違いし、彼を殺そうとしたが、内ンに逃亡されてしまう。エルケからは、内ンのイナンチャ艦の支援を受けて、トーリル艦の軍を破り、ケレート艦の位につく。トーリルは三つの国とをさまよいつつ、清涼国、ウイグト国、タングト国と転々としたが、最終的にイエスーの固定無人。 後のチンギスカンのもとへ逃れ、その庇護を受けた。1196年に、両者は義父氏の関係を結んだ。エルケから討伐に協力して、トーリルの福井を手助けした。この関係で、テムジンのオールドがメルキトに襲われたとき、テムジンの妻ボールテがメルキトに抑留されたが、音官がメルキトに圧力をかけて解放させたこともある。1196年、 モンゴル高原東部の有力部族タタル部が中国の金に背いたとき、金の要請に従って、オンギンチンさん、王系上昇ことみぎ上昇、ワイアンジョー率いる金軍に協力して、オルズ川の戦いにおいてタタル部を破った。このとき、ワイアンジョーから王の称号を与えられた、この時の戦勝を記念して書かれたと思われる、助信文字と漢字による、牧書の碑文が、モンゴル国、 ケンティー県南部、セルベニコールハールが3に減損する。翌年には高原西部の有力部族内満部の支援を受けた兄弟のエルケからによって追われたが、テムジンを頼ってケレートの王位を取り戻した。テムジンは、この頃父の代を上回るほどに勢力を拡大しつつ、あり、1197年と1198年には、共同してメルキト部を撃つなど、両者は同盟によって、 お互いに強大な勢力に成長した。1199年には、テムジンと共に、アルタイ山無薬方面に遊牧する内マンの、ブイルク間を攻め、多くの捕虜を手に入れた。しかし退却の途上、内マンとケレートの勢力の境界である、ガイ山脈、内マンの反撃に追いつかれた時、テムジンの急敵チャムカの進言を入れて、テムジンを置き去りにして逃げ去った。同年、 内満軍が、半外を越えて、ケレートを攻撃すると、再び、テムジンを頼ったが、テムジンは、先の恨みを忘れて、恩官を助けたので内満を破ることができた。1200年から1201年には、テムジンの要請に応じて、モンゴル部の有力士族であるタイチウトと、タタル部の連合軍を、高原東部のホロンボイルに破り、テムジンを従えた、恩管の勢力は、 モンゴル高原中部から東部に大きく広がった。1202年には内満が、メルキトやオイラトなど高原北西部の諸部族と同盟して、温寒とテムジンに迫ったがこれを破った。内満に勝利した後、テムジンの息子ジョチと温寒の娘ちゃうるべき、温寒の長男イルカ、仙軍の息子とスブカ、トサカべきとテムジンの娘、個人べきの婚姻が計画れる。しかし、 二つの婚姻は破断に終わり、恩官とテムジンの関係は悪化する。翌1203年に、イルカ戦軍とテムジンが仲違互いしたことをきっかけに、ケレートの元に逃げ込んだジャムフカの勧めに乗って、突如、テムジンの本営を襲った。この戦いは一時はテムジンを、高原の北方まで追いやることに成功するが、やがて勢力を取り戻したテムジンによって逆襲され、 ケレートの本営がテムジンによって破られた。恩艦は、半外山脈を越えて同盟する内満のタヤン艦を頼ろうとしたが、国境で内満の守備隊によって殺害された。恩艦の首を届けられたタヤン艦は、彼の死に憤土し、その頭蓋骨を銀の器に収めた。息子のイルカ戦軍はブリトベット地方へ亡命できたが、しばらくして、 彼の略奪行為がこの地方の住民の像を掻き立てたので、カシュガルとホータンの諸州に隣接するクーシャーン地方へ逃れたが、草とチャルカシュメという地で捕らえられて、クチャのあたりで現地を支配するカラハンアサの王族であるカラージ族のスルターンキリジ、カラによって捕らえられ、息子のトスブカ、恩艦の孫と共に不死揃って処刑された。ついに、 モンゴル帝国以前の高原最大の勢力であったケレートはモンゴルに征服された。15世紀以降、オイラト部族連合の一翼として活躍したトルグート部の主張は、温寒の光栄を称している。現状騎士によると、クルチャクスブイルクカーには40人の子がいたとされるが、40、ドチンとはモンゴル語で、とても多数のという表現句に過ぎないともされる。しかしながら、ポールペリオが、 ラシードッティーン。終始の記述から交渉したところだけでも8人の子が確認できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。